こんにちは、こうちゃんです。今回は阪和線に乗ってきたということでやっていきたいと思います。阪和線と競合する路線は南海本線なんですが、南海本線は海側で、阪和線は住宅地が多く、途中から山を登る区間が存在する中で、今回は阪和線について徹底解説をしていきます。それではまずは阪和線について紹介していきたいと思います。阪和線は大阪の天王寺から和歌山県の和歌山駅前を結ぶ路線で、開業したのは1929年で、当時は阪和電気鉄道として開業しました。11年後には南海電鉄の電信南海鉄道が九州合併され、路線名も大和手線に変わり、1944年には国有化となり、現在の阪和線となりました。昔の天王寺駅って18番乗り場の隣にあった場所が、かつて南海電鉄が乗り入れていました。昔の南海線って天王寺支線があったみたいで、天王寺駅から天ヶ茶屋駅まで結んでいた路線でしたね。話を戻して阪和線の停車駅について紹介します。以前は大阪環状線を紹介しましたが、阪和線には5つの快速が存在しています。まずは区間快速です。区間快速は私鉄の準急みたいな停車駅で、途中堺市と三国ヶ丘に停車し、大鳥から先は各駅停車になります。主に日中と深夜にメインとなっておりますが、和歌山発の区間快速は存在していなく、逆に和歌山行きの電車は平日の朝のみ設定があります。区間快速以外の快速電車は直通快速、関空快速と紀州路快速で、天王寺から日根野駅までは停車駅が同じです。しかし紀州路快速の場合は2つの停車駅パターンがあり、朝の紀州路快速の場合は日根野から先は泉砂川、紀伊、武蔵田に停車するタイプで、もう一つはそれ以外の時間帯、日根野から和歌山間各駅停車になるタイプがあります。そうなると朝の紀州路快速の場合は阪和線内快速で、朝以外の紀州路快速になると B 快速とほぼ停車駅が同じパターンに見えますね。かつて新快速も阪和線で運行していた時代もありました。停車駅とかも特急並みでしたが、東海道線とは違い、阪和線の新快速はあまりにも人気がなかったみたいで、わずか6年で廃止となってしまいました。 B 快速も同じ事例で、時刻表には B 快速ではなく全て快速の表記になっており、時刻表を見てみてもやはり B 快速か快速なのか結構分かりづらかった印象にも残りましたね。しかし2018年には B 快速は全て快速に統一されました。それでは実際の阪和線に乗車します。まずは普通列車です。6両編成の車両には女性専用車がついており、かつての阪和線には国鉄の103系や205系、JR の221系が運行していましたが、現在の阪和線には223系と225系が活躍しております。天王寺駅を発車すると薩の渡り線があります。こちらの線路は環状線からの関空快速と紀州路快速と特急列車がよく使われている線路ですが、手前の渡り線は2008年にできて、奥の渡り線は1989年に完成されたものになります。阪和線は杉本町駅の手前まで高架線が続きます。南田辺駅から先は2006年に高架線が完了した区間になります。2004年から上り線から完成し、下り線の高架区間ができたのは2006年ということになります。列車は鶴ヶ丘駅に到着します。この駅で快速の通過待ちを行います。通過列車は関空紀州路快速です。前4両が関空快速の関西空港行き、後ろ4両が紀州路快速の和歌山行きとなります。
本町駅でも区間快速の通過待ちを行います。阪和線の特徴は、この区間では朝の通勤時間帯になると本数がかなり多く、カオスな路線にもなっておりますね。杉本町駅の隣にはかつて旧法寺駅付近まで結んでいた阪和貨物線がありました。この線路を特急とか使っていた時代もありましたね。堺市駅に到着して、今度は快速電車に乗り換えます。堺市駅から関空紀州路快速に乗車します。こちらも225系でした。こちらは最新の225系の5100番台で、さっき乗ってきた普通電車とは違い、6両の225系には転落防止のホローがついておりません。次は大鳥、大鳥です。大鳥を出ますと次は泉府中に止まります。大鳥駅では阪和線の支線である羽衣線があります。こちらの線路は東羽衣駅まで結ぶ短い路線で、以前は103系の3両編成が運行していましたが、現在の羽衣線は225系の4両編成が運行しております。列車は日野駅に停車します。この駅で関西空港行きと和歌山行きで2つのルートに分かれるため、切り離し作業を行います。根野駅の和歌山方面を見てもこの通り、各駅に停車する紀州路快速でさえも黒字になっており、実質上は普通列車の扱いになります。関西空港方面だと日根野始発の列車はシャトルになりますが、
それ以外の列車は関空快速になります。関空特急ハルクの場合は朝の時間帯は京都行き、夜の時間帯には関西空港行きの列車のみ停車します。特急黒潮号は全ての列車がひねの駅に停車します。ここからは紀州路快速改め普通電車に乗車します。和歌山までは各駅停車になりますので、普段普通電車しか停車しない駅でも朝以外の紀州路快速は全て停車します。というわけで以上、阪和線に乗ってきたという動画でした。普段では阪和線でしか見れない増改鉄とか、特急列車では遥と黒潮号が走っておりますので、興味がある方はぜひ阪和線に乗ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。